10月30日、大津市脇町で子どもたちに伝えよう芋大会特さつまいも収穫祭が行われました。続いて会場を脇公民館に移し、和田名誉教授による講演会が行われました。ここでは井戸平左衛門の功績についての話や、石碑がなぜ脇に建てられたのかを知る上で、石碑を建てた小川八左衛門がどのような人だったのかといった説明がありました。そこのお寺にね、こういう絵姿があるんですって。で、さつまいも持ってきてくださったおかげで我々は飢饉から免れるようになった。そして講演が終わると、児童は今年婦人会の皆さんが脇地区の子どもたちと植えて収穫したさつまいもを使って芋餅作りを体験しました。そして訪れた地域の方に完成した芋餅や芋がゆ、そして豚汁や焼き芋なども振る舞われ、訪れた皆さんはさつまいもの味をしっかりと堪能していました。最後に大津市の文化祭に訪れていたロシア・ウラジオストック劇団員の方の舞台も披露され、今年の収穫祭は賑やかに終了しました。子どもさんたちにとっても本当にさまざまなことを改めて知り、そして学ぶ良い機会となったようですね。続いて民間交流の輪はつながり続けます。松江市で開かれる演劇祭に出演するロシアの劇団が豪津市を訪れ、地元の人たちと交流しました。北方領土問題で両国の緊張が高まりつつある中、両者をつなぎ止める100年前の出来事とは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。この日、TBS クルーズフェリーで境港にやってきたのは、ロシア・ウラジオストクの劇団員たち。松江市で開かれる演劇祭に参加するための来日ですが、それより前に向かったところがありました。それは豪津市。いや、スリッパママ、どうぞ。劇団員たちはホームステイしながら5日間を豪津市で過ごします。豪津市とロシアの交流、そのきっかけは日露戦争にまで遡ります。実は豪津市とロシアはあちらで100年以上前に起きたある出来事をきっかけに今でも深いつながりがあるんです。ある出来事とは、1905年の日露戦争の時、ロシア・バルチック艦隊のイルティッシュ号の沈没。豪津市脇沖で沈没寸前のイルティッシュ号から命からがら逃げ出した乗組員235人を脇の住民たちが救助、負傷者の解放などに当たりました。脇町に立つイルティッシュ号の慰霊碑、ロシアの劇団員たちも次々と花を手向けます。Нет, дело в том, что связи, которые налаживаются между Россией и Японией, они интересны именно на личном уровне. И сейчас я думаю, что вот это событие с Иртышом, оно должно быть знаковое и для русского народа, и для японского. В Вакичоде, このエピソードを後世に伝えようと、毎年ロシア祭りと題したイベントを開いています。今回訪問した劇団の団長は、2年前にロシア祭りに参加。
その際にイルティッシュ号のエピソードを知り、今回の訪問につながったといいます。近年はロシア政府も知るところとなったイルティッシュ号のエピソード、ロシアで知る人も多くなってきています。命の尊さ、それでああいう敵国でありながら助けるという素晴らしい人材ですね。それをとにかく子供に伝えたいという、後世に伝えていく、その活動は地域で広がりを見せています。市内にある高津の小学校、どこの地から火が出たんか、火事でないぞ、ロシアの軍艦がマスマの沖に来たぞ。この日、劇団員たちの前で子どもたちが披露したのはイルティッシュ号のエピソードの朗読。この学校では毎年授業でこのエピソードについて学び、語り継いでいます。人を大切にしたいっていう気持ちがすごいと思う。波を燃えながらボートを岸に引っ張りました。怪我人の容器おるぞ、岩先生が叫びました。恐ろしく見ていた女や子供たちも波しぶきをかぶりながら続いた兵士の上陸に手を貸しました。使い切ったか。子どもたちの朗読を真剣な眼差しで見ていたロシアの劇団員たちは、そして子どもたちにパントマイムを指導します。敵味方超えて人命を助けた脇の人たちの行動が、100年経った今、日露の交流という形で花開いています。нужно не забывать события, которые произошли, и чаще встречаться, чтобы налаживать новые связи, контакты и дружить. 交流の大切さを改めて感じたのはロシアの人たちばかりではありません。先月31日には劇団員たちが江津市で演劇を披露。素晴らしい舞台に市民は大きな拍手を送りました。感動しました。これからもこういう交流というのは必要だというふうに必要です。北方領土をめぐる対立も先鋭化しつつある日本とロシアの関係だからこそ、民間レベルでの交流はその必要性が高まってきています。100年前の美談が今に伝えるものは決して少なくありません。